今月は動画がいろいろあってちょっと遅れてしまいましたが、申し訳ありませんでした。では阪神の規定から説明していきたいと思います。それでは剣豪筆ですね、東海の初等という筆を使っておりますが、阪神ちょうどいい、筆です。まず今月の課題なんですが、花とか飛ぶ夜風、これは漢詩ではよく出てくる字です。詩になりやすい、文字ですね。まずこのバランスですが、今月は起筆ですね、起きる筆と書きますが、起筆が強く入っています。まず花ですが、草冠ですね。ここで力をぐっと溜めます。溜めて一気に持ってくるですね。で、横線あまり長く書かない方がいいですね。頭がでかく大きくなりますからね。で、文字の結構ですが、この第2画目、この横から人偏が出ます。ですから形をよく書くということは、どの線がどの位置から出てるかということをよく観察するということですね。お手本を、で、自分勝手なこの思い込みで絶対書かないということですね。で、注意するところは、ここが開きます。で、実はここが開かないと、同じバランスで大きさで書いてしまうと字が大きく見えてしまいます。ですから同じ大きさであっても字が大きく見えちゃいますね。だから辺と作りですねの大きさを変えてあげる、でバランスを取るということが大事です。はい、次に飛ぶという字ですが、これもなかなか形が取りづらい文字ですね。押さえを強く力をためます。で、書き順は真ん中から書きますね。縦線を、押さえを効かせます。こういったバランスなんですが、大概の人はここを開けてしまいます。ここですね。そうすると字の中に空間ができてしまって、こういう感じになりますが、空間があまりにもありすぎて、締まりがなくなるということになりますね。ですので懐をぐっと引き締めるとですね、空間を狭くすると中心に力が集まってきます。だいたい文字っていうのはだいたいそういうふうに、中心に力が集まるように書くと、作るということですね。そうすると形がいいです。それともう一つですね、ポイントは、この払いがありますが、ぐーっと来て筆を上へ持ち上げるようにして、ぐっとまた力を入れ直す。
そうするとここが細くなります。細くなることによってこの、弓なりに沿ったこの線が強くなります。でここを同じ太さで書くとボタッとして動きがなくなります。ですのでこの花という字のこの線もそうですが、ここが細くなりますね。細くなってぐっと力が入るから力の流れが入ってくる。同じことでこういう感じですね。力の流れをよく考えて書くということですね。ここが硬筆と毛筆の違いが出てきますね。毛筆ってのはよりその人の性格が出てきますよね。線に表情が出るということです。はい、では次に、風という字ですね。これもまたバランスの取りづらい字です。でまず書いてみますね。まあこういう感じになりますが、古典なんか勉強している方はよく分かっていると思いますが、例えば唐の三大家の一人の応用順なんかの字を見ると中心にして左払いは立ててます。でいつも右の方で広がりをつけているという特徴がありますね。でこれを極端ですが両方開いてしまう、さっきも言ったように字の中に空間ができすぎていかにも間が抜けた感じになりますね。ですので、文字というのは大体左側に払いはあまり開かず立てる、で右の方で広がりをつけてやるということですね。で囲まれる字というのは中をなるべくいっぱいに書いた方が無駄な空きがなくていいですということですね。字の中に空間があると無駄な空間があるとやっぱり間が抜けますので、そこら辺を注意してください。でこういった払いですね、これはさっきの飛ぶという字と同じことですね。そこら辺を注意して、書いてみてください。それからだいたいこの5文字ですが、5文字の横線の角度ですね、この角度をだいたい同じにする、全体をね。そうするとだから、全体感でも美しくきれいに見えるように考えるということですね。一字だけでうまいということじゃなくて全体感を意識して書くということが大事です。ちょっとこの楷書だけ一枚通して、書いてみますね。はい、では、書いてみますね。あまり長くかからないね。押さえをしっかり効かせて、
筆の持つ力具合なんですが、まあ、私は少し強めに持ってます、ちょこう上からスッと取ろうと思ってもちょっと取れないくらいのしっかり握りしめて書きますが、じゃないとすっきりした強い線が引けません。はい、こういったバランスですが、もう一回おさらいですが、ここは上げるとですね、ちょっと細くしますね。でここもあまり無駄な空間を入れない、ぐっと引き締めるということですね。策はこのとおりですね。で夜、先ほども言いましたようにこの右払いが開きますので、こちらは少し縦気味に行きます。縦気味にで、こちらで広がりを持たせますね。だからあまりこれを開かないように気をつけてくださいね。この風も同じことです。こういった、両方同じ、空きで、開かないということが大事なんですことですね。はい、では行書を霊障いってみますね。